9時47分でございます。この列車は土井家で後続の準特急新宿行きの通過待ちをしてからの発車は48分の発車ですので、あと30秒から1分ほどでの発車をしなければ定刻では発車できません。本日は本日はいつもの何々するだけシリーズとは変わりまして、東急全線を1日で乗るというしっかりとした乗車機というか企画というかでございます。で京王線で来ておりますので、明大前駅で井の頭線の渋谷方面行きに乗り換えなければなりませんが、渋谷方面行き、前側というか新宿寄りの車両方の方が乗り換えがメニューですので、こちらまでただいま歩いて移動しております。ただいま横を準特急が通過しております。時刻は9時48分です。準特急は緑色の京王線です。列車発車とのことで、乗車をいたしたいと思います。明大前駅に到着、現在時刻で9時55分になったところです。快速電車も55分の発車ですので、定刻での運転となっております。ここで井の頭線に渋谷方面に乗り換えまして、渋谷へ向かいます。本日京王線は、目的ではなくただの移動手段ですので、大幅にカットさせていただきます。Thank you.
日は吉祥寺片側の終点に参りましたが、本日はもう片方の終点渋谷駅到着となりました。これによって井の頭線一応全線環状ということになります。この駅折り返し各駅停車は富士見ヶ丘駅という、トンネルじゃない、車庫に入るための閉塞的な運用に入ります。確定富士見ヶ丘駅は京王線、名列車がそこまで多くありませんが、不思議列車の一つとして比較的知られているのではないでしょうか。ということでようやく渋谷駅到着となりましたので、本日ここからようやく本日の、メインである東急全線環状というふうに参るわけですが、最初に乗り換える路線は東急東横線です。東急東横線は、ここ、渋谷と横浜を結ぶ、路線です。30キロを超えてるけどそこまで長くはない路線。湘南新宿ラインができたことにより特急列車を、新設し、猛烈に戦っている路線でございます。ここで、中央口を、東急東横線方面に向かって乗り換えるために出ていく形となります。ほとんどが IC 専用でございます。普通の方は全然通れないという事態です。ここまで乗って195円というのはなかなか安いのではないでしょうか。東急田園都市線は直進ということで、ここを直進、ひたすら直進という感じになっていきます。乗り換え時間は一応切符買う時間とかいろいろありますので20分ほど設定しておりますが、人混みが、苦手な私は渋谷駅を乗り換え、毎度毎度大変苦労をさせられております。まあ、そんなことは置いておきまして、東急東横線、最近 TY、という、番号というかが付けられました。東急田園都市線は DT ですので、読み方を間違えると大変なことになるという話がありますが、まあ間違えることはないでしょう。乗り換えの分岐点ですが大変でかい絵が描かれております。もうよく知んないんでざっくりいきます。ひたすら、東急東横線へ乗り換えるために歩いておりますが、東急東横線は、渋谷という、谷の、底のさらに下の地下を走るわけでございますから、大変下っていくことになります。やってまいりましたが、東急東横線はどこだ、福戸新線でもどっちも同じホームですので、こちらへ進むということで、先ほどから、井の頭線に見た、乗ってた方々、こっちに向かっている方々も結構おります。乗り換えですが、ただいま4分が経過しておりますが、ホームに着く気配がまだ感じられません。これはどっち行けるのかな。こっちだ。大変分かりにくい看板のせいで後ろのもとといたしましたが、渋谷駅、いわゆるハチ公前とか緑の電車とか置いてあるあたりに、参りまして、ここから東急線いよいよ乗車ということになります。東急線ですが時刻は調べてありますが、まあ、時間通りの電車に乗らなくてもどうとでもなります。ですので右の方向に行きたいのですが、なんか出てくる人がすごくて進める状況ではございません。なんとか、進もうと思いますが、
8番出口で出る方が大変多いようで少々止まりましたが、なんとかなりました。東急東横線乗り換えということですが、ただいま撮影し始めてから5分が経過しておりますが、渋谷駅、地上2階から地下へ入りまして、さらに地下通路を歩いていくということになっております。大変遠いです。4分で着くとか書いてある方もいますが、そんなの空いてる時じゃないと、しかも早歩きじゃないとできないといったところです。ここでものすごい遅延回復の歩きをしておりますが、まあ、遅れてるわけでもないのでいいですが、東急東横線、ようやく切符売り場へ到着いたしました。ここで東急1日フリー移動車券を購入したいと思います。本日使用する東急の1日乗車券を購入いたしましたので、早速東急東横線から乗っていきたいと思います。本日使う乗車券、東急ワンデーオープンチケット、660円です。660円で1日乗り放題というのはなかなかお買い得だと思います。これ切符ですので、切符を出るとこしか入れません。東急東横線へ乗り換えと、行きますが、切符をしまいながら、進みたいので、なかなか、手元が、狂っておりますが、こちらですね。こちらだいぶ大変空いてきておりますが、5番線が回送で3番線、なんで5番線の回送かこっちに表示されてんの。東急1日乗車ということですが、東急、初めての路線大変多いですので、私も知らないことが多くなると思いますので、途中無言になりましたら、あらかじめご了承いただきたいと思います。時刻は10時13分になりました。乗り換え始めて約10分ほど切符を購入し、乗り換えとなりますと、これぐらい時間がかかるもんではないかと思いながらも、少々時間かかるなぁなんて思うところです。そしてこちら東急東横線都心線と書かれた方向へ下っていくわけでございますが、さらに渋谷の谷の底の底の、さらにそこ最後に開通した都心線でございますから、相当地下へ入っていくことになります。10時24分に東急Fライナー元に中華街行きございますので、これで一気に横浜まで行き、東急東横線を完乗したいと思います。これどこからどいてんだ。副都心線東急東横線の渋谷駅、訪れるのは2回目でございますが、毎度ここ道に迷うという状態でございます。というか複雑ですね、渋谷駅。ということで、その思いでこちら3、4番線、横浜方面へ、列車が行くホームへ到着する、最後のエスカレーターに入るというところです。まあ、時刻10時15分になるところでございます。乗り換えには10分以上かかるということで、少々時間がかかるというところです。でここで次の列車を確認といきますが、3番線から10時19分、元町中華街駅確定、その後10時24分に、元町中華街駅特急と F ライナーということです。確定が相当な区間先に到着そうですが、端から端まで面倒くさくって一気に乗り越えたいので、特急 F ライナーに乗ろうと思いながら、特急 F ライナーあと10分ぐらい待つということで、さっき行ったばっかりなんでしょうかね。その辺が大変不便でございます。放送が被らない発車メロディーというのもなかなか珍しそうでございますが、そんなことを撮ってる余裕もございません。本日、駐輪場とかいろいろな関係上、東急全線を6時間ぐらいで乗り潰さないといけないという大変な状態でございます。果たして本当に乗り潰せるのかといったところですが、まあ、なんとか計画立ててなんとかなっているのだからなんとかなるでしょう。暑いというところで、こちら向かい側に止まっております4803って書いてあるから、5050機4000番台の第3編成といったところでしょうか。こちらが菊名まで行くのかな、分かんない。中目黒方面、回送で走っていくということになります。
停車音羽周川行きです。途中自由が丘でクライナー特急音羽周川行き待ち合わせをいたします。しておりますでした。各店元町中華街駅、東急5050分の車両になります。東急でメトロの、運転士から、東急の運転士へ交代となります。この列車に乗ってもいいのですが、あとの F ライナーでも自由が丘でこの列車に追い抜くことになりますので、どっちに乗っても、結局 F ライナーに乗るということになります。F ライナーというか特急というかどっちなんですかね。まあ、どっちでもいいですけど、そちらに乗ることになりますので、中華街駅到着となっております。この列車は25分の発車、ただいま21分にちょうどなりましたので、4分ほど停車ということになります。この列車は東急で特急 F ライナーの、通過待ちじゃない、退避を行いということになります。渋谷駅、東京の中でも屈指の、大都市ということだけありまして、大変人が多いです。人が多いというレベルではありません。もう殺人的な混雑でございます。こんな中、東急東横線、副都心線開通前までは8両編成が基本だったということで、8両でよく賄えていたもんだと思いますが、東急は他社線と違いまして各駅停車を大量に走らせるというダイヤが非常に得意でございます。そのため混雑の均等化ができるという点はあると思われます。まもなく4番線に東京メトロの放送と、東急の放送が入り混じっておりまして、聞いてる側もう何が何だかわからないという状態でございます。ここでフライナーが到着となります。車両は何が来るんでしょうかね。この電車自由が丘菊名で各駅停車に連絡いたします。ご注意ください。電車が到着いたします。それにしてもこんなに人が多いとドアを閉める際も駆け戻りの車が多発いたしまして、ドア閉める車掌さんに大変なことを、通過することができると思います。ここで来ました。特急フライナー元町中華街駅は東武の車両での運転です。正直言って東武の車両を狙っておりましたので、というかこの列車を狙って計画を立てておりましたので予定通りといったところです。渋谷でございます。田園都市線、田園線、地下鉄線、元町中華街駅です。
ご案内いたします。10時24分発みなとみらい線直通特急元町中華街行きです。途中自由が丘です。すごい下のが4本入ってる。3本入ってるの。すごい大好き。
乗車になりましたら、ドア付近に立ち止まらず、中ほどにお進みください。なのにご飯。